ヘリコプターのローターを通る空気の流れ上、ローターが動力を得て、空気を下に押し下げ、揚力及び水力を発生している時の状態か、ローターが動力を失い、緊急着陸を行っている時の状態オートローテーションとは、ヘリコプターなどのメインローターが、エンジンの出力によって駆動されるのではなく、オートジャイロと同様に、ローターを下から上に通過する空気によって回転している。 飛行状態を言う。エンジンから切り離された状態で回転するローターを意味するオートローテーションという用語は1915年から1920年までのヘリコプター開発の初期の段階から存在していた。この飛行状態は固定翼機の滑空と類似したものでもある。ヘリコプターがオートローテーションを行うのは通常エンジンが停止またはテールローターが故障し、 機体を安全に着陸させようとする場合である。この手法はヘリコプターのパイロットが操縦訓練において教育される一般的な緊急操作手順である。動力が正常に供給されているヘリコプターにおいては空気がメインローターシステムの髪型から吸い込まれて下方に排出される。これに対しオートローテーションにおいては空気が降下するヘリコプターのローターシステムの下方から 髪型へと流れる。機械工学的には、エンジンが停止してもメインローターを回転し続けられるようにする、フリーホイール機構とローターの回転を維持する、相対風の空力学的な力によって、オートローテーションは実現されている。また、オートローテーションは、エンジンが完全に故障した場合においても、ヘリコプターを安全に着陸させることのできる手段である。 このためシングルエンジンのヘリコプターが形式証明を得るためにはこの能力を有することが必要である。歴史上最長のオートローテーションは1972年にジーン・ブーレがアエロスパシアル・ラマにより12,440メートルの最高高度を記録した際に行われたものである。その高度では気温が低、摂氏63度であったため出力を絞ると エンジンがフレームアウトし再起動することができなかった。このため機体はオートローテーションにより安全に着陸した。ヘリコプターにおけるオートローテーションとはメインローターシステムがエンジンから切り離されローターブレードがローターを下から上に通る空気流のみによって駆動されながら降下することを言う。フリーホイール機構とは エンジンの回転速度が、ロータの回転速度より遅くなると切り離される、特殊なクラッチである。エンジンが故障した場合、フリーホイール機構が、メインローターからエンジンを自動的に切り離し、メインローターが自由に回転できるようにする。オートローテーションを行う最も一般的な理由は、エンジンの不具合、または故障であるが、オートローテーションにおいてはトルクがほとんど生じないため、 テールローターが故障、またはその機能を完全に損失した場合にも行われる。また、十分な高度が確保されている場合は、オートローテーションは、ボルテックスリングステートからの回復操作にも用いられる。いずれの場合においても、安全に着陸できるかどうかは、オートローテーションを開始するときのヘリコプターの高度と速度に左右される。エンジンに故障が発生する前の状態では、 メインローターブレードはその向かい角度速度により揚力及び水力を発生している。エンジンに故障が発生し、パイロットがコレクティブピッチを下げて水力及び効力を減少させるとヘリコプターは降下を開始し、ローターシステムを髪型に通過する空気の流れが生じる。この空気の流れはヘリコプターが降下している間、 メインローターの回転速度を維持するために必要な水力を発生する。オートローテーションの間、テールローターはメインロータートランスミッションにより駆動されるため、通常の飛行時と同じように機種方位をコントロールすることができる。オートローテーションの効果率に影響を与える要因には密度高度、全部重量、ローター回転速度及び全身待機速度がある。 降下率のコントロールは主として待機速度により行われる。待機速度は通常の飛行と同様にサイクリックピッチコントロールで増減することができる。降下速度は待機速度がゼロの時は高くヘリコプター機種及び前述の要因の影響を受けるものの約50から90ノットの時に最小となる。速度が最小速度が得られる速度以上に増加すると 降下速度は再び増加するようになる。ただし、待機速度がゼロの場合であっても、ローターはパラシュート並みの効力係数を有しているため、十分にその効果が得られる。オートローテーションでの着陸においては、回転するブレードに蓄えられた運動エネルギーを利用して、降下率を減少させることにより、緩やかに着陸する。高い降下率で降下するヘリコプターを停止させる。 ためには、効果率が低い場合よりも多くの運動エネルギーが必要となる。このため、極端に低いまたは高い待機速度でオートロ効果を行うことは、最低効果速度が得られる状態で行うよりも危険を伴う。ヘリコプターは、それぞれの機種に応じて、パワーオフ状態の時に最も効率的に滑空できる待機速度がある。最良の待機速度においては、 最小の降下率で最大の滑空距離が得られる。その待機速度はヘリコプターの機種に応じて異なるだけではなく、特定の要因によっても異なる。このため、ヘリコプターのオートローテーション速度は機種に応じ、平均的な気象及び風量並びに通常の搭載量に基づいて設定される。高密度高度、または高風速間強化において、 重荷重状態で運用されるヘリコプターでは、高下時の待機速度を若干増加させることにより、最良の性能が得られる。一方、低密度高度において、軽荷重状態で運用される場合は、通常の待機速度よりも若干低下させることにより、最良の性能が得られる。このように環境に応じて、待機速度を調整することにより、いかなる環境においても、 おおむね同じ滑空角でオートローテーションを行い、設置目標地点に侵入することが可能となる。最適な滑空角は、通常は17度から20度である。垂直オートローテーション効果時のブレード、領域垂直オートローテーションにおいては、ローターディスクは、引く動領域、駆動領域及び、失速領域の3つの領域に区分される。これらの領域の大きさは、ブレードのピッチ角、 効果率およびローター回転速度に応じて変化する。つまり、オートローテーションの回転速度、プレードのピッチ角、または効果率に応じ、各領域の相対的な大きさが変化するのである。引く動領域は、プレードの先端の領域である。この領域は、通常、回転半径の30%の部分を占める。引く動領域である、この領域は、 最も大きな効力を発生する領域であり、ブレードの回転を減速するように働く。駆動領域は、通常、ブレード半径の25から70%の部分を占め、オートローテーション中に必要なブレードの回転力を生み出す。駆動領域における空気力学的な合力は、回転軸に対してわずかに前方に傾いており、連続した加速力を発生させる。 この傾きが推力を生み出し、ブレードの回転を加速する。駆動領域の大きさは、ブレードのピッチ角、効下率及びローター回転速度に応じて変化する。ローターブレードの内側25%の領域は、失速領域と呼ばれ、最大向かい角を超えているため、効力を発生し、ブレードの回転を減じるように働く。駆動領域のブレードの加速力が引く動領域及び、 失速領域の減速力と釣り合うようにコレクティブピッチを調整することでローターの回転速度を一定に保つことができる。パイロットは駆動領域の大きさをコントロールすることによりオートローテーション回転速度を調整できる。例えばコレクティブピッチを引くとすべての領域における迎え角が増加する。そうすると平行点がブレードのスパンに沿って内側に移動し、 非駆動領域の大きさが増加する。合わせて、失速領域も大きくなり、駆動領域は小さくなる。駆動領域の大きさが小さくなると、駆動領域の加速力と回転速度が減少する。ブロークンウィング賞は、緊急事態において、オートローテーションを成功させたアメリカ陸軍の隊員に与えられる賞である。陸軍規則672から74によれば、 この章は緊急事態の際に優れた飛行技術により機体の損傷または人員の損傷を回避あるいは軽減し飛行中の緊急事態から航空機を回復する間に特別な技能を発揮した隊員に授与される。ありがとうございます。